王様。また風呂か。ま、女の子の風呂好きは大いに結構。私を女の子とおっしゃいましたか？今日日の女の子よりずっと女らしいと思うが。どうした？からかわないでください。お背中お流ししましょうか？じゃ、少しだけ。はい。今日は何かあったのですか？少し歩き疲れたが、なぜだい？筋肉は張ってらっしゃいます。よく気がつくな。前回もお背中をお流しいたしましたから。へえ、わかるんだ、そんなのが。いい気持ちだ。お仕事の方はいかがですか？まあ、ぼちぼちってとこだ。そうですか。明日もまた頑張ってください。心に染み渡る言葉だな。お流しいたします。いけません。まるで世話女房みたいだな。足早に立ち去ってしまったぞ。いい風呂だった。また明日もお入りになりますか？そうだな、仕事の区切りがつけば。お湯は毎晩この時間帯に張っておきます。あの、何か？ミントって意外に気痩せするんだな。ぽっちゃりとしていて可愛い感じだ。からかわないでください。なんだあいつ、そそくさと立ち去って。ハギョウソーマ、アナ。クールか。シャレた真似をするじゃないか。子供がいるのは初耳だ。俺の事務所にいるこのことか？だったらお門違いだ。ふふ。かわいらしい子供のようだ。つまらん会話をするつもりはない。貴様は俺を見限ったのだろう？切るぜ。いや。今から会ってもらう。なぜ心変わりをした？運が悪いあなたを救済するためというのは。今から行く。場所はどこだ？そこ。ここ？冗談だろ。冗談じゃないわよ。変声機はもういらないわよね。女か。お客様のようです。応対いたしましょうか？いや、いい。ミントは奥に行ってろ。はい。空いてるぜ。お前は？はい、こんにちは、探偵さん。人違いだな。俺は冷蔵庫の営業マンだ。ほら、ここにあるだろ。あげおそうまさん、改めてご挨拶を。バレバレか。いつも君は意表をつくな。誰だい？私は村雨涼子、ジャーナリストよ。分野か、なるほど。
道理でどこにでも現れるはずだ。そう思う？そんなに険しい顔をなさらないで。どう？これから飲みにでも。分野の誘いは受けない主義でね。じゃあ、女の誘いは？美人の誘いは断らんよ。ジプレでいいかい？ええ。ミント、出かけてくる。はい。電話は取る必要ない。誰か来ても出る必要はない。いいな。お一人でお出かけですか？見ての通り二人だ。お約束があるのですね。今は約束したばかりだがな。いってらっしゃいませ。あんな子供がいるとは知らなかったわ。可愛いのね。冗談を言うな。知人のを預かっているだけだ。よかったわ。一応成熟した大人の女性に興味はあるわけね。女にもよるさ。ここで飲んだことないけど素敵なお店ね。スキンヘッドのゲイ以外はな。アギョ・ソーマさん、改めて初めましてかしら。村雨涼子、ジャーナリストを名乗る女。あまり油断はできないぜ。はじめましてと言った方がいいのかしら、アギョ・ソーマさん。ソーマでいい。名字で呼ぶ必要はない。分かったわ、ソーマ。あなたも私を涼子と呼んでいいわよ。涼子が分野とは知らなかった。ジャーナリスト、横文字でお願いね。ジャーナリストね、ものは言いようだな。本当のことを言うとね、実は男だったとか。男がこんなに柔らかいかしら。ほら、体をぎゅうぎゅう押し付けないでくれ。嬉しすぎる？いや、こんなことをしてまで俺なんかに近づいた目的を想像すると悲しくなるがな。ずいぶん疲れる生き方をしてるみたいね。素直に喜べないなんて。そこまでピュアでもないんでね。探偵さんってみんなそうなの？俺はそうだというだけだ。他は知らん。手を閉じたり開いたり何をしてるの？
帽子を深くかぶっているのは表情を悟らせないため。感じるままに、特に理由はない。頭頂部は密林じゃなくてサバンナとか。どれ、見てあげるわ。あら、ちゃんとくるぐると生えてるじゃない。そこまでやったやつは君が初めてだ。よく言われるの、ずうずうしいって。なるほど、分野はそのくらいでないとな。厳しい世間を渡ってこれる道理だ。ご想像にお任せするわ、おしゃれな探偵さん。当然、俺もお返しに何かできるわけか。どうぞどうぞ。ロハだぜ。オッケーオッケー。これでどうだ。あ、うん、優しくじっくりとしないとダメよ。困惑した表情をして、どうしたの？困惑してるからだ。あなたの頭頂部がもしも本当に地肌間近だったら、このくらいじゃ償えないもの。しかしこの女はそれが許されると思っているようだぜ。なるほど、自分の容姿に対する絶対的な自信がその根拠ってわけか。もうおいたはダメよ。叱られてしまった。まるでヒヒジジイではないか。本当言うと死ぬほど恥ずかしいわ。だって男性の方に外でこんなこと。俺も初対面の女にハゲの有無を調べられたのは初めてだ。いじめないで。ほら、首まで真っ赤だわ。で、俺に近づいたのはライセンス目当てのことかい？あら、今日は飲み明かすってお話じゃなくて、お仕事は抜き。相馬が聞きたいって言うなら話は別よ。なるほど、君は頭もいいし切れるらしい。自分の武器の使いどころをわきまえている。うん、ありがとう。なぜ俺のところに電話をしてきた？なんとなく信頼がおけそうだったからかしら。そんな理由では納得できんな。手が込みすぎだ。でもいろいろなことを通じてあなたという人間はよく理解できたわよ。板伝と子供騙しの暗号で俺の人間性を判断するのかい？そうま、恋に理由はいる？なぜ好きになったかって明確に論拠を説明できるものかしら。君が俺に恋をしてるなら信じよう。だが君の目的は恋愛じゃない。実はね。タイミングを外す女だな。そうまってば海音寺邸で何か調べてたでしょ？あれを見ていたの。珍しいからな、屋敷とか門を見ていただけさ。鋭い目で観察したりして何か確認していたじゃない。調べてるってすぐに分かったの。そんなことまで見ていたのかよ。こっそりと後をつけたの。そしたら開業探偵じゃない、電話番号調べてお電話差し上げたのよ。マスコミの調査能力も侮れないな。じゃあ俺のことはそれまで。ごめんなさい、全然知らないわ。ま、こりゃ楽でいいかもな。やみつきになっちゃった？もうやめよう。だが本当に柔らかくて涼感たっぷり。なんだこのヒヒジジイみたいな批評は。海音寺邸殺人事件は知っているわよね？新聞発表程度なら。詐欺の常習犯が被害者の逆恨みにあって殺されたって報道されていたな。そう、幽霊でも出そうな屋敷と言われていたあそこで殺人事件が起きたわ。本当の幽霊屋敷になっちまったわけだな。でも彼が貯めていたはずの貯金はほとんどなくなっていたわ。被害者は未だ救済されていない。で、それを一緒に探さない？
つけたって財産は国庫に没収さ。でも財産見つけ出した功績は残るわ。私とあなたの名前はね。なるほど、名声のためか。若い分野らしい。ジャーナリスト。結論から言おう。俺は功績や名声などに興味はないし、はっきり言ってそんなものは迷惑だ。かっこいいのね。本音で言ってる。名声を得れば依頼がたくさん来るわよ。あんなとこに住む必要なくなるのに。あんなとこでも一応俺が住んでる。ごめんなさい。でも不思議だわ。残念ながら依頼はもうさばききれないほど来てるよ。それにあそこは好きで住んでるんだと説明したところでどうなるもんでもないしな。それに金を隠す方法はいくらでもある。スイス銀行にでも口座を作っていたらどうする。お手上げだぜ。そんな遠くないところにあるとしたら、例えばあのお屋敷のどこかにそれが眠っていたら。家庭で話すのが許されるなら俺は明日にでも大統領さ。カヨン寺の手記の一部が見つかったの。そこには財産の多くを屋敷に隠すという記述があるの。手元にあるのか。引き受ける。そいつを見てからだ。ソーマ、それはビジネスじゃないわ。私はこの情報に命がけよ。あなたもそれ相応のリスクを支払うべきだわ。なるほど。それで俺の人間性とやらをまた判断するわけか。ご想像にお任せするわよ。口約束で後ですっぽかすかもしれないぜ。その時は私の見る目がなかったということで諦める。どうも解せないぜ。涼子の目的は俺にあれだけ依頼の電話をかけてきたにもかかわらず俺の経歴は知らないという。しかも約束をしないと重要書類は見せられない。だがその約束は口約束でいい。口での約束に一体どれだけの意味がある。その反面、地位と名声というごく真っ当な欲求はあるらしい。しかも妙に鋭いところもある。見えないな、この女の目的が。別に大それたことなんて何も考えてないわ。じっと私を見つめるからそう考えているんじゃないかって思ったの。鋭いな。その通りだ。私の目的は海音寺邸の財宝、それだけ。本当よ。俺にそれを信じろというのか。ではどうすれば信じてくれるの。涼子の目的と俺の目的が合致する時だな。損得感情で人間を推し量るおつもり。言っておくが、君とこうして話したのは今日が初めてだ。こうした付き合いを3年以上重ね、君とささやかなビジネスをしながら、いろいろな経験の上で君という人間を見る機会があるなら、違う方法を吟味してもいい。意外と慎重なのね。所詮、自分は他人にはなれない。他人を推し量ることなど、おこがましいことだ。俺にできることは、せいぜい自己防衛なのさ。私が、あなたに何か害を与えるというの？そうじゃない保証はどこにもない。それに君の意思は関係がない。どういうこと？あまり話したくはないが、成り行き上仕方あるまい。俺はな、オカマだったとか？それはここの店長。俺はな、運が悪い。笑い話にしか聞こえないがな。だから私の依頼を受けたくないっていうの？そんな理由で？本人の、俺の主観の問題だからな。君の価値観はこの際関係がない。それに君のためにも言っている。分かったわ、諦める。そうか、では飲み明かそう。あなたが先に潰れたら依頼を受けて。いいだろう。なんでよ。負けない自信があるからだ。勝負よ。やめておけって。
見てなさいよ。負けたわ。